こんにちは、コウキ TV のパパです。はい、というわけで最強のピカチュウのテラレイドバトルがやってきたので早速プレイしていきます。今回は育てたオリーバで挑んだ動画です。バトルに勝利できたのでそのオリーバの育て方も後で紹介したいと思います。今回の最強ピカチュウ、一体どんなところが最強かなと思って挑んでみたら、今までにない行動してきます。はい、こっちが行動する前にまずバリアを張る。そしてそこから雨乞い。この雨乞いで何をするかっていうと、水技のダメージアップと雷の必中です。これで周りのサポートポケモンが2体やられましたね。さあ、こちらが何をするかというと、1ターン目には2本バレを使います。この2本バレによってピカチュウの雨乞いから発生した雨は止んで晴れます。これによってピカチュウの雷命中率が50まで下がります。はい、でここで2ターン目は癒しのエールを入れて位置を回復しておきます。できればテラスタルオーブを貯めたいとこなんですけど、ピカチュウが3ターン目ぐらいにこちらのオーブ奪ってきます。だいたいゲージで言うとピカチュウの小さい湯とウの間の辺ですね。あそこら辺にゲージが行くと、はい、来ましたね。テラスタルオーブのチャージが奪われました。そしてこちらからはかけてもないけど、向こうの悪い効果打ち消してきます。さあ、ここからですね、ギガドレインを打っていきます。ピカチュウバリアを張ってるので実際のところ全然急所に当たって抜群でも回復しません。なのでここはちょっと味方には申し訳ないけど、味方にギガドレインを打ってテラスタルオーブを貯めつつ自分の体力を回復するっていう方が安心かもしれないです。日本バレのおかげでピカチュウからの雷の命中は本当に下がってるのであんまり当たりません。はい、オリーバーには当たらなかった。このギガドレインでテラスタルオーブが貯まるので次のターンでテラスタルしていきます。はい、テラスタルしてギガドレイン。はい、ピカチュウの雷は今回も外れました。そしてギガドレインをすることによって効果抜群で結構削れます。なので自分の体力も毎回毎回マックスまで回復は可能です。あとはエナジーボールを打ったり、自分の体力が少なくなったらギガドレインを打ったりして、その繰り返しでバトルを続けていきます。今回のバトルはこちらがテラスタルできればもう勝利はほぼ確定かなと思いました。一応成長を覚えているので、もし、まあ、体力に完全に余裕があったりするときに成長を使えば自分の特攻を1段階上げられるので、それで少し時間の短縮もできるかも。あ、今成長を使いましたね。
はい、これで攻撃と特攻が1段階ずつ上がります。けど成長は使わなくてもまあ勝てます。時間内に勝つことは可能で、雷が万が一こちらの急所に入ることもあるので、本当に安全に行こうと思ったら時間がかかっても、成長とかも使わずにずっとギガドレインを使っていたら一番安全に倒すことが可能です。ピカチュウの HP も残りあとわずかです。次の一撃で倒せそうですね。ちなみに今回は持ち物は隠密マントで言ってます。隠密マントっていうのは技を受けた時の追加、例えば麻痺になったりとか毒になったりとか、そういうものを防いでくれるので、隠密マントは必ず装備していきましょう。はい、じゃあピカチュウを倒したので、今回はピカチュウといえばサトシの一番最初の相棒なので、モンスターボールで、可愛いですねピカチュウね。 OK、 というわけでピカチュウじゃなくて最強ピカチュウゲットだぜ。特製パッチが1体目ゲットの時には確定でね、手に入るみたいです。はい、最強ピカチュウの強さ、持ち物で電気玉を持ってます。使える技は雷、波乗り、じゃれつく、アイアンテール、特性が飛来心です。はい、じゃあここからは使ったオリーバの育て方を紹介したいと思います。まずはオリーバをゲットしたいんですけど、オリーバ単体でその辺にはいないので、進化させるためにまずはセルクルタウンのオリーブ畑に行きます。ここでミニーブをゲットしましょう。クイックボールがあるともう戦うことなくゲットできるのでとても楽です。はい、このミニーブはテラスタイプがノーマルなので、ノーマルではダメです。草テラスタイプのミニーブをゲットしましょう。さあ今回はどうかな。今回はテラスタイプ草なので、このミニーブを成長させます。経験飴を使って一気にレベル100までいきます。エナジーボールは使いますので、そのまま覚えさせてください。ミニーブが一旦オリーニョに進化します。ただいきなりレベル100にしてしまった場合、ここから先のオリーバの進化をしてくれません。その場合は、まあ、不思議の飴を使えば進化をさせることは可能だけど、不思議な飴ももったいないので、一旦レベル99で止めておいて、オリーニョで止めておいて、そこで改めて経験飴を使ってオリーバに進化させましょう。特性はこぼれ種で OK です。ここで性格を補正していきます。控えめミントを使って、特攻が 1.1 倍、攻撃が 0.9 倍の補正をかけます。次はフリッジタウンに飛んで個体値を鍛えていきます。はい、特訓おじさんですね。オリーバを選択して、銀の王冠を使っていきます。攻撃以外ですね、 HP、 防御、特攻、特防、素早さを鍛えてもらいます。まあ素早さはなくても大丈夫かもしれません。
銀の王冠に余裕があれば素早さまで行きましょう。銀の王冠を持ってない人は発光シティのデリバードポーチに行って銀の王冠を購入してください。1個2万円で売ってます。はい、じゃあここからは努力値を設定していきます。同じく発光シティのラッキーズでマックスアップを25個、そしてリゾチウムを25個購入します。はい、それぞれ25個ずつ使います。これで HP と特攻の努力値を上げます。上げるとこんな感じの能力値になります。濃い黄色の部分が努力値を振ったことによって得た能力値になります。この下のオリーバは何もしてないので、すごく小さい濃い黄色の形をしてます。能力値はこんな感じで差が出てきます。次に体力の羽を2つ、知力の羽を2つ使って2ポイントずつ HP と特攻に努力値を振って、こんな感じで HP と特攻がキラキラ光ってますが、これで努力値はもうマックスまで振りましたよということになります。あとは抵抗の羽を4つ使って防御の基礎ポイント4ポイントステータスが1上がりました。217になりました。お金がなくて薬屋で買えないよっていう人はパワーウェイトとパワーレンズを1つずつ購入してください。そしてパワーウェイトを装備した状態でグルトンを28体倒すことによって HP の努力値を250に振ることができます。同じようにパワーレンズを装備した状態で洞窟の中にいるデルビルを28体倒してください。それによって特攻の努力値250に振ることができます。残りの防御4ポイントに関しては小さじタウンの自分の家の近くにいるタマンチュラを1体倒せば1ポイントつきますので4体倒してください。それでステータスが1上がって薬を飲んだ時と同じような効果になります。はい、じゃあ最後に技を設定していきますが、エナジーボールレベルアップの時にスルーしてしまったらここで思い出してください。そして成長はそのままです。あと2つ覚えるのは日本バレとギガドレインです。まずギガドレインの方からいきましょう。パラフシティの右側にあるこのちょっとした丘の上、マップで言うとここですね。ここにギガドレインがありますので拾ってください。はい、次は日本バレ。日本バレは自分の家の屋根の上、こんなところにあります。これを拾ってください。そして日本バレと、ギガドレインを覚えます。はい、技はまあ見やすいようにちょっと並び替えをしてみてください。別に並び替えなくても OK です。そして一応長期戦になるのでポイントアップを使ってエナジーボールとギガドレインの PP を最大で出せる技の数をね増やしておきましょう。数に余裕があれば2回ずつぐらい使ってください。そして最後に隠密マントを装備します。持たせると体を包み隠し技の追加効果を受けなくなるということで、バトルの時にも少し話したんですけど、ピカチュウの撃ってくる雷 30% で麻痺してしまうし、アイアンテール食らったら防御が下がってしまうこともあるので、それを防ぐことができます。
はい、というわけでピカチュウのテラレイドバトルどうだったでしょうか。一番最初にバリア張って雨乞いして波乗りしてきた時には正直面食らったところはありましたが、こうやって安定して勝つことも可能な感じなので、またいろんなポケモンを使ってバトルしてみたいと思います。このオリーバ作れば絶対倒せますのでやってみてください。それじゃあ最強のピカチュウみんなでゲットだぜ。